シームズ。さあ、今日はお休みなんですけれども、お仕事に就いてから初めての2日間のお休みになるのかな？ですね、少し裏作業やってたんで、裏作業っていうか裏でね、進めていたんですけれども、指名手配っていうものが突然現れまして、はい。で、やってみたんですよ、試しに。でもね、ちょっとよくわからなくって、なんかもう適当にその辺にいる人たちを、なんか逮捕するみたいな文章が出てくるたんびにちょっとそれやってたんですけども、なんかどっかでさ、事件のさ、全容とか見れるのかもしれませんね。うん。なんか犯人を推理してくださいみたいな文章も出ていたので、こうやってやってる感じで、ね、どこにその、何、事件のその、流れというかさ、そういうお話があるのかがちょっとわからないんだけど、まあでもきっと多分あるんだろうな。はい。まあでもね、容疑者を取り調べまでは進めることができたので、こう適当に指名手配になった人をね、逮捕して やったらなんか OK になったんですけども、多分次に仕事に行ったらばまた昇進するんじゃないかな。今ね、巡査という立場になってますので、一つ出世した感じに多分なってるとは思うんだよね。はい、まあそんなわけでですね、巡査、今日お休みなんですよ。なので、ちょっとね、出かけてみようかなと思います。はい。久しぶりというか初めてですね。どこに行こうかなってことなんだけど、まあ今のところね、お祭りとかでさ、誘われる以外はどこにも行ってないので、そうだなぁ。まあ誰を誘っていこうかなっていうところなんですけども、これ多分みんなさ、職場の同僚だと思うんだよね。警察のね。はい。なので、まあ、ちょっと呼べるだけ呼んで、みんなで、ちょっとあちゃこちゃ、ちょっと行ってみようかなと思います。OK。来てくれるかどうかわかりませんが、まあ、きっちり部屋の掃除をしてね、帰ってきたら気持ちいい状態になりながらのお出かけですが、みんな都合がつかないようです。なんだって、あ、もしかしてこれ私が選んだ時間が良くなったかったかな。今なんか、深夜の1時って見えたんだけど。まあ、でも外明るいな。でだ、ちょっとね、普通にちょっとこの都会のマップにね、行ってみたいなと思ってたんだよね。これ誰かんちにさ、遊びに行くとかできないのかな？知り合いが増えれば、ロマンチックなオーラ。あ、これあれかな？一個前の、シーズン6の、まるみちゃんが、誕生日やったところですかね。秋、二分の一、ロボ。二分の一。例えば、ここを押したとして、何これ？階を下げる。階を上げる。お？なんだ、ここは。人が友達ん家に行けるような感じにならないのかなってちょっと思ったんだけど、そういうのはないのかな？じゃあ、もしかしたら花火とかがさ、行われてた場所と被っちゃうかもしれないんだけど、これ洋服、お金持ち、なるほど。アップダウンっていう場所なんだね。ここが、ハニーポップカラオケか。あ、カラオケ行ってみようかな、じゃあ。カラオケバーって書いてあるもんね。ちょっとこっちもなんか面白そうだなと思ったんだけど、スパイスマーケット。これはあれか。スパイスのお祭りのやつで、本部長と一緒に行ったやつかな。で、ちょっとこのカラオケに行ってみようかなと思います。まあ、誰も来ないんでね。まあ、一人ですけれども。カラオケといえばね、多分夜、バーとも書いてあったから夜盛り上がってんじゃないかなと思うんだよね。うん。まあ、なので、まあ、イベント、お祭り、そのカレンダー的な周期で行われるやつは抜きにして初めて、都会のマップにね、一人で行く形にはなります。はい、やってきたんですけれども、ここは来たことある場所かな？あ、いきなり公衆トイレがありますけど、ここ来たことないかもしれないね。なんかあれだね。段々になってるんだ。すごい高さを利用してる街なんだね。これ中間ぐらい？ 2 階とかになるのかな？ほら、この下も通れるし、本当になんか駅前っていう感じがしますけれども。あ、人結構いるね。じゃ、ちょっと、知り合いを作りたいので、まあ、友好的な自己紹介でもしておきましょうか。こんにちはってことでね。しておきまして、ここが、カラオケバーなのかな？あ、この喋れるトイレがありますね。
でもなんか人いない、あ、いた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 、いますね。じゃあここにちょっと座りますか。お話をした後に、座って、ハロー、ハロー。これみんな来た人かな？ハロー、ハロー。僕は会社員なんだぜ。会社員なんだぜ。巡査ですなんて言ったら逃げちゃうかもしれないからね、みんなね。もう結構人の出入りがありますし、ガンガン有効度上がっていってますね。もう結構来るね。田中淳君。流行的な自己紹介しとこうかな。そしてこっちは、これ何？自動販売機かな？あ、ホットドッグ。ホットドッグ。うわ、食べたいな、ホットドッグ。あ、食べてる、食べてる、食べてる。いいなぁ。あ、美味しそう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 。いや、こういうのなんか見るとお腹空いちゃうんだよな。最近マックとかもね、あれ？店が消えた。あ、終わりなのかな？ 2 時まで、夜中の2時までやってたけれども、まあ終わっちゃったんだな。じゃあ私はこちらのバーでちょっと、ね、飲み物とか食べ物とかね、注文しようかな。ポテトチップを取りまして、そして飲み物を注文します。メニュー一緒かな？まああんま覚えてないんだけども、まあ一緒かな？コキート、見たことある気がする。リムガスティ、ロタココラータ、ソルティーラモン。じゃあ、ラブポーションナンバー4にしてみようか。すごい陽気になってるけど。すごい陽気になってますけど。お、なんだなんだなんだ。携帯の番号交換しようよ、みたいな。彼とは、あ、はじめましてじゃないね。さっき自己紹介したのかな？ポテトチップと、まあ、お酒を飲みまして、ちょっと重くなってきたんだね。お、歌ってる歌ってる歌ってる。あ、頭からポワポワ出てるってことは、これ建築モードできるんだね。じゃあ何か状態をつけることができるわけだね。歌ってる自己紹介になっちゃうけど、カラオケを見るっていうのもありましたね。いいね、いいね。誰もいないんだね。こんな広い空間に誰もいないんだわ。歌ってて気持ちいいだろうな。お、それだね。ラブなんとか。傘がついてる。私こういうのリアルで飲んだことないもんな。お店でね。じゃあちょっとカラオケでも見ましょうか。見るってあったもんね。カラオケを見る。なんか悲しんでるな。どうしたんでしょうか。何かが悲しい。なんかこの人生にどうのこうのってたまに出ちゃうんだよね。あ、終わっちゃったぜ。はい、すいませんでした。宅配便がね、来てしまいまして、このゲームをね、ストップするのを忘れまして。多分結構時間が進んじゃったと思うんだよな。大丈夫かな。トイレ行きたくなってるもんね。いや、やってしまった、やってしまった。何時だったかわからないけど、あ、でもとりあえずね、カラオケができてますね。